ウポラオル、はい、今回はですね、ついにね、まあ、レジェンドストーリーの方が脱獄トンネルね、ちょっと進めることができたので、ちょっと今回はね、脱獄トンネルを、まあ、とりあえずね、挑戦していきたいと思います。ちょっとこの辺になってくると、そうですね、まあ、超激ムズとか、まあ、その辺のね、難易度になってくるので、まあ、ちょっとね、頑張っていきたいと思います。で、とりあえずね、今回は、こちら。なんだろう、謝罪ギルティ、まあ、こちらをね、挑戦していきたいと思います。多分ねこのステージに関してはの、全部で何個かな、まあ、多分5つぐらい多分ステージがあると思うので、まあそれをね、ちょっと今回は、こちらの方ね、挑戦していきたいと思います。じゃあ行きましょう。出陣。まあ一応、大体はまあ無課金編成でいきたいんですけど、まあ、ちょっと衝撃でっかい枠はねちょっとね、ちょっと、ガンをね、使わせていただきますと思ったんだけど、ちょっと待って、序盤から来てるね、早いね。どうしようかな。まあいいや、せっかくね、ライオンがね、進化できたからね、使ってみよう。あー、なるほどね、ガガガが多いね。多い多い。でも、やつ1体倒せれば、だいぶね、攻略が楽になるから、まあとりあえずね、ちょっとね、ここでちょっと時間稼ぎで財布ダメかな。ちょっとね、1体倒すとだいぶね、お財布に余裕が出てくるので、ちょっとうまくね、活用しといて、よし、OK。まあ、こんな感じでいいかな。ちょっと待って。めっちゃ出てくるね。ボスが何だったっけな。あー、見てね、確認しなかったな。いいや、出しちゃえ、出しちゃえ。まあ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 、ここでね、ちょっと積んでたらね、だいぶ厳しい人で、まあちょっとね、頑張ろう。まあ、極力ね、アイテムを使わずに、頑張って、まあ、多分勝てると思うんですけど、まあ無理ならね、ちょっと編成変えていきます。現状マックスにしといて、あ、ダチョウか。はい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 、これなんだっけ、同好会ってやつだっけ。いやー、でも一応ノックノックはするな。あ、でもいい感じかもしんないな。まあでもね、ウルフというのはまあここか、まあ、このステージは大丈夫なんですけど、今後が多分ね、まあ、ウルフのところが多分一番きついのかな。まあ、ちょっとね、心地しているつね、頑張っていきたいと思います。はい、大丈夫かな。はい、よし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 。はい、ってな感じでね、今回はまあ、こちらの方で、ね、まあ、挑戦して、まあ、無事ね、攻略することができました。はい、ってことでね、今回はね、まあ、こちら、実刑判決、連続でね、やっていきたいと思います。まあ、今回は、まあ、こちらのね、2個、まあ、それでね、終わりにしたいと思います。じゃあ行きましょう。出陣。ね、さっきね調べたところ、赤のねカオルくんが出てくるから、あ、黒いの出てくるんだ、マジか。ちょっとめんどくさいな。待てよ、黒に強い、いや、ちったっけ、いねえな。まあ、なんとかなるかな。まあ、殺意のワンコならなんとかなるはずなんだよな。でも意外と強えな。まあ多分いきなり出てくることはないと思うんだよな。ちょっとわかんないけど、いきなり出てきたら多分終わります。これ多分終わる。普通に出てきたら終わる。あれー、ちょっと覚えてないな。お、24。せめて1体。あ、OK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 。どうしようかな。じゃあ一応ムード出しとくか。で、まあ、とりあえず、どうしようかな。まあ、この辺で一旦ストップさせるかな。結構攻めちゃうな。じゃあいいや、とりあえず出しとくか。OKOKOK。まあ、極力ね、ちょっとね、まあ、ガオーはちょっとね、まあ、積みそうだったら出す感じでいいかな。どうしようかな。まあ、それはちょっと状況で、まあ、お財布に余裕あったらまあ出します。
ちょっと待って、壁少ないかもしんないな。そうだね、まあ、こいつかっこ強って書いてあったから、ちょっと HP 高いかな、わかんねえな。あ、やばいな、ちょっと財布に余裕あるな、出しちゃおう。 OKOKOK、ちょっとね、財布にも余裕あるとね、さすがに出さない。だいぶ出てくるな、ウサギ。いや、マジか。ちょ、これ出しといてよかったかもしんないな。いやー、やばいな。まあ、大丈夫かな。あ、でも6だったわ、したら、あとどれくらいかな、HP。ちょっとわからない。いいよ、撃っちゃえ。まあ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 、まあ、大丈夫でしょう。でも結構攻めるな、こいつ、やばいな。ちょっと暗黒猫頑張って、お、いいね、止めたね。そうだな、こういう時にあれ使えばよかったな。あれ、どれだっけな、あの浮いてる敵を止めるね。まあレアキャラ結構ね使えるからね。お、終わった終わった、よかったよかった。ウサギ多いな、用心な。まあ、あとは、適当に出せば大丈夫かな。いいや、もう先全部使っちゃえ。はい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 。めっちゃ出てくるな。すげえキリがない。あれ、ムードいなくなった？全然気づかなかった。よし、まあ待って、めっちゃ出てくる。待ってくれ。いや、出すぎ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 。これあれか、とりあえず攻めていかないと、多分ずっとキリがないやつでしょ、これ。うわー、これはやばいな。とりあえずちょっと頑張ってもらおう。はい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 。まあやっぱね、超激ムズになってくるとやっぱね、こんな感じだよね。ちょっとね、まあ最後のね、まあウルフとウルルンか、あのステージがちょっとね、まあどんなもんだかね、わかるんですけどね。とりあえずまあ、クリアできるようには頑張りたいと思います。まあ、何かね、他にのキャラが何が出てくるかちょっとわかんないのでね、あと調べておかないと。あ、オッケー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 。じゃあ終わりかな。大丈夫かな。ここまでクリア平気でしょ。だいぶ伸ばすね。あ、オッケー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 。じゃあ終わりだな。はい、よーし。あれ、あと残り何ステージだったっけな。4つか5つぐらい、あれ4つぐらいかな、4つか5つぐらいかな。はい、ってことね、実刑判決クリア。はい、ってことでね、次回はね、ハリートンネル以降を攻略したいと思うんで、よかったら見てもらえれば助かります。ってことでね、今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ってことで、バイバイ。